ベルスパーを手に勝利を。
簡単に来年にというわけじゃないけども、しっかり受け止めてやるしかないと思うので、ここで残ってやるって決めてるメンバーはしっかり、もちろんめちゃくちゃ悔しいです、すぐ切り替えるのも絶対無理やと思って、もう一回来年チャンス掴んでいけるようにやっていきましょう。お疲れ様でした。